はい、皆さんこんにちは。キクチャンネルのキクちゃんです。今ね、取引先の人とね、美味しい昼食を食べてきたんですよ。彼とはね、兵庫県のね、長田の方に来るとね、いつも決まっていく店があるんです。もう長田じゃ超有名なんですけど、平城冷麺っていう店があるんですよ。平壌冷麺っていうかな、ちょっとよくわからんですけど、平城冷麺って僕ら言ってるんですけど、長田じゃ超有名な冷麺屋さん、冷麺とあと焼肉とかあるんですけど、僕らいつ行っても真冬でもね、冷麺って言うんですけどねその冷麺を今ごちそうになってきたんですよ。でね、いつ行ってもうまいんですよ。僕ね、韓国料理大好きなんですよ。前世ね、多分僕韓国人やと思いますっていうぐらいね、好きなんですよ。とにかく食べることが大好きなんですけど、なんていうんですかね、地元にもね、プッコチュっていう名前の、韓国側なんですけどね、プッコチュっていう名前の韓国料理屋さんがあってね、そこもね、よく行ってね、美味しいんですよ。僕お酒覚えたのそこで覚えましたからね。とにかくね、すごく韓国料理が僕ツボにヒットしまくるんですねしまくるんですよ。味がね、なんていうんですかね、まあちょっとピリッと効いて、そんなに胃もたれしにくいっていうかね、まあね、食の話をそれぐらいにしてね、僕ね、釈迦の話、釈迦の本をね、最近ちょっと読んでましてね、僕お釈迦さん好きなんですよ。ブッダの教えですね、お釈迦さんがブッダの教えですね、好きなんですよ。前もね、これで話したかな、結局ね、経営本、まあ自己啓発本、まあいろいろ本出てるんですけど、最終的にはね、仏教の教えになるんですよ、日本の場合はね。まあ海外のね、有名な方もね、釈迦の教えっていうのをね、参考にしてる人たくさんいますしね。とにかく時代にね、よくあんだけまとめ上げたなと思うんですけど、とにかく全ての根幹を維持するね、考え方だと思います。まあそれでね、釈迦の教えの中でね、さっき僕前世韓国人やと思いますって言いましたけど人間ってね、1000回以上輪廻転生を繰り返すらしいんですよ。だからね、さっき言った僕が前世韓国人だったと思いますっていうのもね、あながち嘘じゃないんですよ。まあ当然韓国人だけじゃなくてね、ロシア人やったかもしれないし、僕イタリアも好きなんでイタリア人だったかもしれない、当然カレーも大好きなんでインド人だったかもしれないんですよね。って考えるとね、今ね、ネットニュースとかね、テレビのニュースなんかでもたまに見ると、韓国人がどうのこうのとかね、韓国が日本のことをなんかどうのこうのみたいなことをよくやってますけど、お前前世日本人やったかもしれんのよと思うとね、なんかね、くだらねえなとかって思いません？だってね、長いねスパンで考えるとね、その当事者だったかもしれないし、その兄弟やったかもしれないわけなんでね、って考えるとすごくロマンがあるなと思うんですよ。とにかくね、いざこざはね、よくないです。特にね、人をね、陥れようとか、たきつけようとする人って残念ながらね、やっぱり いっぱい結構いるんですよ。でそういう人はね、この人は生まれ変わりまだ3回目かなとかいうような感じでね、僕は個人的に思うとね、その嫌な気持ちがスッと抜けるんでね、皆さんもね、なんか人をね、陥れようとする人がいたらね、この人は生まれ変わりまだ2回目、この間ハエから生まれ変わったばっかりとかね自分の中で思うんですよ。言っちゃダメですよ、そんなこと。決して人に伝えたら何言ってんだこいつよって喧嘩になりますんでね、
まだ爬虫類の要素を残してるなとかねそんなんでいいんですよ。思うとね、嫌な気持ちがスッと抜けるんでね、そういった形でね、僕はね、現実逃避してます。はい、とにかくね、一人じゃ生きられない。当然韓国も必要ですしね、アメリカもロシアもね、インドも中国もみんな必要ですしね、美味しい食べ物いっぱいあるんでね、くだらないいざこざはねやめにしてね、美味しく料理をいただきましょうということで、すいません、今日はこれぐらいで以上です。失礼いたします。はい、皆さん、キクチャンネルのキクちゃんです。うち今ね、Amazon プライムっていうのに入ってまして、オンデマンドでね、昔のアニメとかね、ドラマとか映画とか、まあ一部なんだけど見ることができるんですね。それで僕は小学校時かな、中学校時かな、おいしんぼってアニメがねすごく流行ったんですよ。でおいしんぼ見てるとね、今見るとむちゃくちゃな漫画やなと思うんですよ。要は作ってくれたものに対してケチつけるわけですよね。貝原雄山とかね、主人公の山岡志郎がねむちゃくちゃケチつけるんですよ。それで、まあ見ててね、まあ今やったら当然できひんやろなっていうような内容なんですけど、中でね一番幸せなキャラクターっていうのを一人見つけましてね、まあ、それが誰かなっていうのはね、課長、花の頭、花が赤くて頭がハゲた山岡、主人公の山岡の上司ですね。これは山岡って言うと怒るあの人いいキャラクターしてますよね。何食ってもね最初うまいって言うんですよ、あの人が。まあああいう立ち位置なんでしょうけど、でもね、あの人一番幸せですよね。何食ってもうまいって思えるっていうわけなんだから、そこをねわざわざ訂正しなくていいんじゃないかなと思うんですよ。で逆に不幸なのがね、主人公であって貝原雄山なんですよ。もう腹立ってしゃあないでしょうね何食ってもね、何出してもらってもとにかく腹が立ってしゃあない。まあね、当然ね、アニメなんでね、演出入ってるんですけど、課長のキャラクターがね、今見るとね、かなりいいキャラクターしてるなと思います。すいません、短いですけどね、次の目的地に着きそうなので、今日はこれぐらいにして、はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。